はい、どうも皆さん、こんにちは、たかぽんです。ということで続きやっていきましょう。さあ眠っといてくれよ、はい、おやすみなさい。よし、いいぞ。やーべ、バレた。マジっすか。なるべく全部サブもやっときたいところなんですけども、ワシントンはろくに立ってもいられない。錯乱させるだけだからみんなやっちゃダメなのかな。死にかけてる男をやらなきゃならないとは。から登って行こうか。よしよし、よいしょ。違う違う違う、一人目。錯乱ってことは味方同士でやらせるためなんだ。殺しちゃうけど、はい、あ、やられた。スナイパーいるな。ん？別のやつか。どっかに今右から撃たれたような気がしたんだけどな。あいつか。スナイパーが敵になったらどうなんだろう。殺しまくってくるんじゃない。撃ってる撃ってる、ワシントンに。これひどくない？一方的じゃない？これお、もう手遅れだぞアサシン。あれ企みを潰せるなら手遅れじゃないさ、マスターワシントン。だが計画はもう動いている。お前がここにいるのも仲間が逃げるための時間稼ぎだ。礼を言う、楽に死なせてくれてな。こちらこそ計画をぶちまけてくれて助かる、このずる賢い蛇め。俺が直接手を下さずとも倒せたっていう。煙幕を選択しながら三角で使う。煙幕は数秒間だけ敵を無力化し、逃亡や敵を倒すことが容易になる。これはまずい。急がなければ。リアム、手を回してくれてるよな。どこに逃げんの？向こうに逃げんのか。悪いな。船の急砲か。卑怯な手を。船が大ダメージを受けた。待ってろ、今行く。やべやべ、モリガン号がやばい。こいつら絶対許さんわ。
痛い痛い。最大加速。全速前進やな。おーおーおお。ワンモア。ワンモークラスタル。逃げるぞ逃げるぞ。おお、飛んできて飛んできてる。危ねえ危ねえ危ねえ。ああ命中してる命中してる。俺の船の方が速いぞスピードは。ローレンス・ワシントンは死んだ。残念そうだ。あの病気の様子ではどうせ一月後には死んでいた。それに二人のテンプル騎士団が逃げた。主攻と箱を調べてみなさい。奴らは秘宝を。わからない。ボロボロだわ船が。教団にとって正しいことをしたんだ。品は後から見つけて元気出せ。これでテンプル騎士団を混乱に陥れることができる。かもな。だがワシントンの話ではその死も奴らにとっては大した痛手ではないでしょう。そう思わせたいだけだ。このままだといミッション完了。招待者限定。あと一発だったね。あと一人だったね。サクラン。沈没してしまうぞ、船長。なるべくサブやりたいとこなんですけどね。難しいとこっすね。俺こういうアサシン系苦手なんですよ。アサシン系というかステレス系か、そうステレス系ゲームがあんま上手くないです。数ヶ月ね。北太平洋1754年5月。もうすぐ植民地では7年戦争が勃発する。アサシンに注目しておけ。やってみるね、おバカさん。ナビゲートとコナー防衛がいないとホームステッドは火が消えたようだ。ああ、アキレスが泣いていたよ。そうだ。あれはあれか。悲しみというか激怒してたよ。お命中したし。喪失感がなかったか。同じさ。落ちたね。数ヶ月、俺たちは思考と箱しか探してないんだぞ。ルシャスールは箱の情報を持っている。セントジョーンズで彼とシュバリエに会おう。シュバリエも元気が出そうにないな。ん？できるな。アキレスが秘宝を持つ者は遺跡の偉大なる力を手にできる。どういう意味だ。俺にもよくわかる。その件はアドウェールと話し合った。彼が言うには箱を作動させると言葉やイメージを知らせる。待って、厳冬期物資を取りたい。あー危ない危ない。あれだよ。おおスレスレだ。コノリー神父が教会の地下で厳冬期のショーをやってたろ。箱の中にろうそくがあった。神父が前方にガラスの板を置くと壁に大きな絵が浮かび上がった。ローマの大聖堂なんかが本物みたいに。ああそうそう。ただ箱は思考の奇妙な言葉を解読できるらしい。例えばラテン語が英語で見える。可能なのか。さあな。エデンの欠片の仕組みを理解できる日は来ない気がする。世界一美しい女はどこにいると思う。それぞれの美しさの基準によるだろう。コルフ島と
オセロの乙女は全く違うが、どちらも素晴らしい。そういう意見を持つと知恵者という評判が立つだろうな。それはどう思う。俺だったらハバナだ。あそこの女たちの胸と尻は魅力的な上に恥ずかしがらずに見せてくれる。だが故郷の女たちを軽く見てるわけじゃない。そうだな。ゴールウェイの女は一番気立てがいい。しとやかでいつでも酒を飲む金を借りられる。どうだか。それからリスボンで会ったメイドたち、修道院に向かう途中だったが、黒い瞳で親切だった。ポルトガル語さえ話せたら。夜まで話していたわけじゃないけどな。そういう意見を持つと男としては異なる評判が立つな。すぐ着くぞ船長、ル・シャスールが待っている。それにシュバリエも。先駆者の箱の手がかりを得るんだろう。着いたね。すげえ。陸に近づいて。待って、船長室行こう。入る。うん、これなんだ、あれなんだ、あれはインタラクト。ああ、そういうことね。こういうところでも変えるのか。安城王のピストル。お、船、船のマーク。あ、アップグレードね。5000とかだもんな。まあ今はいいか。それよりか船をちょっと、まあ今陸上がったからあれだけども、後で船立てがことになったら。修復したいからね、船自体をね。なかなか壊されたから。敵がいるな、何人か。船アップグレードした方がいい。金がないんだよね。ケイ。あ、ちょっと待って、ダイヤモンドのマークある。あれだ、あそこにあった。見えた見えた。よーし。オッケー。またなんか楽譜があるよ、楽譜が。あ、取れた取れた。金をもっと欲しいね。もっと船ね、強奪すればいいのかな。略奪。あ、そういう風にやっちゃう。まあいいや、ミッションやっちゃおうか。シュバリエ、船をどうした。
俺がかすり傷を受けた程度だ。乗っている奴らごと沈めてやったよ。ルジェルフォーはやられそうだったが。そっちもいい知らせがある、シャスール。もちろんだ。情報だとサミュエル・スミスはそこら中を探し回って例の妙な箱の使い方を調べていたらしい。ヨーロッパから戻ったばかりだ。どこにいる？船を修理している。急げ、まだ間に合う。ここだ。そうだ、設計図のことだが、技術者に頼んであの素晴らしい武器を作らせた。マスターパックルの銃は砲兵一個旅団より多くの弾を撃てるぞ。しかも2倍の速さだ。感謝する。フードの仲間のためなら何でも。お、すげえ、ガトリングみたいになってる、大砲のやつが。グレネードランチャー式みたいになってるね。パックルガン R2 の顔しで、パックルガンの弱点に打ち込む。 R とパックルガン手動照準でしゅ。メインを張れ船長。航海に加わることにした。それでは出発しようか。お、すげえすげえ。当然だろう。新しい武器を手に入れ、もうすぐ使う機会がある。それにプラス大砲も撃てるとね。守りは固い。スミスとかいう男も例外じゃないだろう。装備も付け加えといたぞ。エクイタス号、あの昇格があればオリガンは氷を砕いて進むこともできる。技術についてとは耳にしていたが、実際に見たことはなかった。スミスの方は近くにいる。ああ、この海を航海している。戦車と一緒だ。さらに沈没してしまうぞ。撃たれちまったぞ。よし、撃て撃て。すげえすげえ。大砲とこの組み合わせは強いわ。ロンする、エル、ロイヤル、スタンする。ロイヤル、スミニが浮いてる。撃て。無限にものすごい波が来てるぞ。手を受けるな。おお、あれ。しまった。ウェイト、ウェイト、ウェイト。あれはなんだ。アニムスの断片。いたぞ。絶好のタイミングだ。相変わらず運のいいやつだな。味方、追いかけろ。クジラいたないな。気をつけろ、マヌケ。失うのはダメだ。早く救援だ。ないんだぞ、このマヌケ。俺の船は海には出られない。なんかすげえ文句言われてる俺。標的は賢い男だ。ここじゃ畑違いだ。サミュエル・スミスは天ぷら騎士団の追討係。何をしているか見当もつかない。誰かに会いに行くのか。あんたの海賊にあったか。船を修理してるから逃げた。何かあったんだろう。早い早い。連中が奴を攻撃したなら、俺が何か聞いているのか。長旅から戻ったばかりだ。やる。スミスは全部。あとは地雷みたいなの置いてんな。奴さえいなくなれば。ワシントンは先駆者の箱を奴に渡した。おそらく守ってる。その通り、箱を優先しよう。沈めるわけにはいかない。遠いな。船に600メートル近く離れてる。浜に上げさせる。サミュエル・スミスを捕まえる。捕まえるから船ぶっ壊しちゃダメだよな。だからさっき文句でむっちゃ言われてんやな。撃ちまくってたら。まだ装填中。ほう。先駆者の箱を失う危険は犯すな。あね。見ろ。
氷を砕いて言ってる。昇格を搭載しているのは貴様だけじゃないようだな。こっちのもうまく役立つことを祈ろう。こいつの後をさ行けばいいんちゃう。これが一番安全でしょ、この策が。やった、進めるぞ。またも運が味方したな。だが得意になって時間を無駄にするな。もう皮肉しか言わないやん、隣にいるやつ。待ち伏せだ。悪魔どもを地獄へ送れ。水を逃がしてはならない。待ち伏せか。近い近い、お前ら近い。うわ近っ、行って。こいつら許さんわ絶対。てめえら全員落ちてろ。全員かなり失ったよ今ので。よしいいぞ。待ってる、助ける。まだいるのか。何お前のんきに歩いてんねん。 OK、現在のメモリーでは入れない。森玩具修復やな、明らかに。スミスの船が見えない。じゃということで、まあちょっと、まあ時間的にもね、あれですので、今回はこの辺で終わりたいと思います。防衛大使って書いてね。うん。というわけで、ご視聴ありがとうございました。次回も、お楽しみに。